日はですね、本日はというか現在は我々はどこにいるかと言いますと、はい、ね、もう皆さん見ればわかりますね。結構マニアックだよ。マニアック。親像前ということで、我々は現在今ですね渋谷にいますが、はい、で本日はですね、なんと我々オールアットワンス、オールアットバスの旅パート2を開催します。今回はなんでまたパート2を？ですね、我々ワンマン、アコースティックワンマンライブが、はい、11月に川崎でありますが、はい、今回は目的基地はですね、この渋谷から川崎に、なるほど、はい、まずバスで向かってですね、はいはい、そしてその川崎の、まあ、いいところであったり、はい、5個見つけてですね、はい、旅ですね、なるほど、旅を川崎まで行って、うん、俺らでデートしろという、そう、もう川崎でいっぱい俺らで思い出を作ろうという旅です。今回わかりました。それでは早速ですが、レッツゴー川崎。天才だから。うわ、すげえ。ファンじゃん。確かにファンみたいな。前回のワンマンがね。はい。お世話になったところから。はい。まあこのね、なんか渋谷からレッツゴー川崎ということで。新しいライブハウスに向かっていきたいと思います。よし。なんか今日あれだね、すごい。ゴルフやってそうだね。ん？ゴルフやってそうだね。ちょっとだいぶラフなんで。レッツゴー。思い出の地。オールアットワンスの始まりの地。2人で初めてライブしたとこですからね。それこそね、スターランジも今の事務所に拾ってもらったのもあそこのライブハウスがきっかけだったりするからね。風すごい涼しい。あーすごい、傘がすごい、傘がすごい、傘が渋谷ならではのビル風に完全にやられてる。黒テルは完全に行くか。まずはちょバスを、バスを見なきゃ。まあ根本は路線バスの旅ですか。結構すぐ着くけどね。まあまあね。何よりやっぱね、時間はかかるけど、関東にあるとね、本数が全然違う。そうね、マジで前のとやっぱ違う。まああと今回、まあ、皆さんは分かんないと思うんですけど、前回土日だったんで、うん、ちょっとなかなかね、あっち側でもバスがなかったんですよ、実は。そう、土日はなかったんですけど、今回平日に開催しているので、よりだ、あ、ごめんよりバスの本数もちょっと多いということで、平日はでげえよ、はい、結構多分無事に川崎に着くことは無事にできると思います。で、今晴れたり雨降ったりなんですけど無事にたどり着きます。大雨が降らないことを祈ります。はい、雨降ったらデイ2です絶対今日の映像使うから絶対使う。最初の購入品紹介です。今回もですね、前回同様、はい、指摘金をいただきまして、はい、まず最初に買ったのはですね、まず大事ですよ、これセット、大塚製薬さんの小林セットです。本当にちょっとめちゃくちゃ暑いですから、気温がね、ちょっと今年の夏も半端じゃないから、はい、ちょっと今回はね、多分前よりだいぶ多めに水分をしっかり取っていきましょう。それが一番大事です。うん、行きましょう。頑張っていきます。じゃあ早速、はい、レッツゴー川崎。これいいわ、分かりやすい。現在渋谷にいますが、我々はこれですね、大井町駅が大崎駅西口行きに乗って、うん、大崎工事駅
ていうのがあるの。はい、そこに行きます。大崎工事駅、はい、33番乗り場、あっちかな。多いね、33番乗り場。親像が後ろにあるから多分あっちや。これ、これ、これ、ちょっと待って、33大井町駅聞いてみる。止まりますか。これだ、合ってた、合ってた、合ってた、レッツゴー。よいしょ、閉まる。なんてスムーズな乗車なんだ。この間に持ち物をチェックするから。確認式1万円とモバイルバッテリーの場所、これが2つですね。黒白 iPhone の線ある。お、線ないわ。あ線ある、あるよ。あぶねあとは見える、こっち、こっちから遠いから。塩分、塩分かわいい、かわいい。これハッピーちゃんとかかな。でもママの字っぽくもあるけど、説明しよう。ママとはオーラ・トマスのママ的存在であり、ハッピーちゃんの上司的な存在でもある。つまりオーラ・トマスのチーフマネージャーである。ママじゃないか。ママもうちょっと綺麗なはず。どうする、それでママだったら気まずいって。やっべ、確かに。さあ出発までしますし、見てくださいこの天気、どん天でございます。ものすごい、ものすごい風が強い。一回乗ったらもう着くんよね。でもね、違う、こっからちょっとどっ歩くんですよ。その乗り場がどこだったっけ。麻婆豆腐専門店ある。初めて来たわ。乗り場 D、 乗り場 D はどこだい。やばい、この地図分かりづらすぎる。カシミヤ、ここがこっちだね。あっちだ、あのビルの裏、そっち側じゃない。裏
早く川崎着いて飯食いてえな。そうね。ちょうど1時前、1時半ぐらいに着くかな。1時前お腹すく時間だな。今のとこ天気はねまだとりあえず持ちそうな感じ。足元びちょびちょだけどまあ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 ご愛嬌ということで。乗ってる間にすげえ雨降ってたもんね。そう、降りたらね今もやんでるから。とんかつ屋さんある。周囲のバス停に目を配らせながら。あ、でもバスいた今。いたね。アコースティック何したいとかある？したい？うん。でもなんか違っ、ワンマンとはやっぱ違ったようにはしたいから。違うからね。そう、何でもできるからな。そう、曲のなんか別な世界観というかそういうのが表現できたら一番いい、うん、なんかだから単にアレンジとかするんじゃなくて、うん、これはもうだから俺らのマインド次第だけど、だいたいやっぱ歌ってると歌のテーマ感とかが決まっちゃってるじゃん。決まるね。そうなんだよね。だその世界観自体をもう変えるっていう作業からやってみるのもおもろいなって。それこそもう夏希さんとか優太さんのフィーリングもすごいこうやっぱね大事になってくるから、曲に対するそのアプローチの仕方は変えたらおもろいかなって思うな、うん、これかな。あ、川崎ラゾーマ。あ、これだ。これ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 。はいや。あった。ただいまの時刻12時46分。53分に行きます。12時53分、あと7分、ちょっと待機。すごいね、インターバルがすごく短いね見てこのバスの本数、インターバル短。都会ってすげえや。俺ら1時間20分都会ってすげえや。俺らなんか待てなくてこの間歩きましたが、うん、前1回10キロぐらい歩いてんの。歩いてる。7キロだ最大歩いた。7キロ。で俺後からあのヘルスケアみたいなの見たの、18キロ歩いてたの。その日その20キロ近く歩いてたから、うん、で最長1回7キロ歩いたの。どこまで着くんだろうね。こっから7キロね。着くんじゃね。いやさすがにでしょ今からでも言うてこっからバス1時間は乗るから50分ぐらい。なるほどね。まあでもあっという間ですよ。意外と早いです。早いね。渋谷からあっという間だな。もうしばし罰を待ちましょう。はい、罰を待ちましょう。信じられんぐらい生い茂ったベンチ。まずい、これはまずい。めちゃくちゃトイレ行きたい。めちゃくちゃトイレ行きたい。コンビニないかな。ないです。まずいぞ、このあと50分バス乗るんだ。バス乗るよ。まずいぞ。帰る。帰るか。Thank you.
ちゃくちゃ宮崎公園前でございます。3連停車するまでお待ちください。学生の群れが和光と立ち上げ、何述べた学生の時一番高まってたの。本会交番前でございます。本会交番前でございます。ファンタジー、テニプリ好きだったね。あー、越前リオンファンタジー。そうそうそう、絶対缶じゃん。缶のファンタめっちゃ発作。キリンのコーラがあった、昔。今あんま見なくなったんだけど、とかメロンイエローっていう、なんか名前聞いたことある。今はなき、幻の飲み物ってないんだ。あれめちゃくちゃ美味しかった。メロンイエローちゃんとそっち系で、ホームリプトン、リプトン、髪は出た。一番乗りな、出たよ。部活やってたぜ、自分で。いかに粉のアクエリとポカリを美味しく飲むかやってなかった。粉のポカリね、作ったことないんだよね。あ、そう、ないんだ。そのままでお待ちください。麦茶、あ、麦茶とかね。いや、これもスポーツやってた人あるあるだと思う。粉を、それが最初一袋で普通に定量使う。夏とかさ、マジ足りないの。塩っけでか甘さが、ベストバランスがある。2袋マジ濃いの。 1.5 だとちょっと足んないやつ。 1.ちょい、 7.8 ぐらい。ベストは 1.8 だった。カード置いてください。ゼビオとか言ったらさ、ポカリあるじゃん、押して飲める。あるそのままで待ってください。あれ、ライブ中なくじゃん。あの飲み口、あの缶で、そう、めちゃくちゃになっちゃ。東口はどこかわかる？そちら。